こんにちは今日は11月6日は月の2時52分に収録しています今週も1週間ですね。よろしくお願いします。今週はですね、ナスダック100に加えて S&P500、こちらを監視していこうかなというふうに思っております。まあ、あとは長期金利ですね。はいでえー、現在、ナスダック100はですね、15,103、SP500 は4,360となっております。はいえー、今週1週間、 でまあ、来週も含めての展開を今から共有したいと思いますのでよろしければチャンネル登録と高評価ボタンを、ね、ぜひよろしくお願いいたしますまずですね環境認識としましてはですね現在いるこの価格というのは共に売られやすいポイントにいます、はい、ここから下がっていきやすい価格帯にいますその理由をね ちょっと共有させていただきます。冷やしで一目均衡表ね、もに表示してみてください。そうしますと、ナスダック100は雲の上限で頭打ちになってる。で、SP500 は雲の下限で上抜けできていないと。<laughs> ダウの峰、ね、雲の上にちょっと這い上がってきています。ダウだけですね、ちょっと違う動きをしてますね。何が違うかっていうと、 こういったね、前月の高値、もしくは週足の直近高値、週足レベルの戻り高値ですね。これをダウは上抜いてるんですよ。で、SP500 とナスはともにまだね、 上抜いていないんで、まあダウに続いてここ目指して逆ヘッドアンドショルダーのヘッドを完成させるのかどうかっていうところですね、えー、ってなってきます。ただ現在価格は非常に売られやすい微妙なゾーンにいるんで、はい、えこの後の下落ということもちょっと警戒しなくちゃいけないと。えただですね、まあその見極めっていうのはどっかで線引かなくちゃいけないってなるんで、まあそれは先週の金曜日のこのヒゲ先の高値ね。 はい、ここを抜けるかどうかっていうところをまずね、注目していけたらと思っております。はい。ここまでよろしいでしょうか。で、今週はね、私的には、この、まあ、逆三尊ですね。逆ヘッドショルダーのこのヘッドを作,作って完成させてから落ちてくると。一てこいの一週間になるんじゃないかなって思います。こちらも同様ですね。右肩上がりの逆三尊のヘッド 完成させてて戻ってくるとだから週足のローソク足的にはですねこれですねはい上ヒゲのピンバーね陰線ピンバーえこういったものを作ってくるんじゃないかなっていうふうに思いますえ今週こういうローソク足が出現して現在価格から高値をトライして行ってこいみたいな形ね土曜日には行ってこいになったねっていう形になれば はい。いい感じでね、天井圏で出現する、えー、まあ、ロ、えーソクえ、周足のローソク足になるんじゃないかなっていうふうに思います。だからまあ、見方を変えればね、行ってこいなんで、終わりねベースでは周足はね、えー、そう変化はないんだよと。はい、えー。そのように考えております。で、えー、まあ、現在価格からもちろんね、売られる可能性、急落する可能性っていうのは、ちょっと念頭に置かなくちゃいけなくて、え、それがね、ここ緑に書いています。 ただし、現在価格は、冷やし、雲上限に加え、平行チャンネルですね。平行チャンネル、これ、皆さん、意識されてると思いますが、この平行チャンネルですね。この上限が結構迫ってるんですよ。まだね、タッチまでは、私の引き方的にはタッチしてないんですけど、はい。この平行チャンネルの上限が近いため、ここから売られる可能性もありますよと。まずは、先週金曜日の高値のこのヒゲ先ね。ここ、上抜けるかどうかというところに注目していきましょう。 はい。その上でね、その上で、えー、今週はもう一段の上げが来ると。はい、えー。このような予想とさせていただきたいと思います。で、どこまで上がるのっていうところですね。はい。どんどん上がるというふうには思っていなくて、えー、まあ、週中、まあ、早ければ、まあ、火曜日ぐらいには天井をつけるんじゃないかなっていうふうに思っていまして。 はい。で、えー、細かく見ますとね、黄色いラインだと上、下ってなってるでしょ、えー、だけど、この薄いグレーのラインね、後からちょっと4時間足で解説します。はい、えー。具体的には、まあ、もうちょっと複雑な動きをするかなっていうふうに見ています。はい。で、根拠をね、ちょっと申し上げていきますね。このあたりで頭打ちになって落ちていく、えー、その根拠は何ということ、一個一個見ていきましょう。まず一つ目に、えー、前月の高値の上抜けを ま、ダウに続いて狙っているんじゃないかなと。これ SP500 も同様ですね。前月の高値の上抜け。はい。で、前月の高値というのをね、えー、皆さん意識しましょう。前月の高値、ここです。はい。週足の戻り高値、直近高値、えー、とイコールなんですが、ナスダック100、US100 のチャートでいうところの15,338ポイントです。はい。ね、ここ1000引いとくといいですよね。 はい。えー、まずね、えー、ここの上抜けを狙っているから、まあ、このあたりが売られやすい。ね、ここちょっと抜けたところで売られやすいということ。で、二、えー、つ目にですね、えー、年初からのトレンドラインですね。はい、年初からのトレンドライン、この黄色い、はい、トレンドラインですね。これずっと、はい、えー、今年のね、1月から、はい、で、そして3月2点を結んだ、まあ、結構長期間のトレンドラインになります。はい。えー、こちらが、 まあ裏側ね、はいえー、タッチするような価格帯まで上がっていくのであれば、まあ、その価格というのが15,391あたり、はい、この黄色ラインね、よろしいでしょうか。先ほどの前月高値は15338、ここだし、ね、ちょっと上に、この年初からの長期トレンドラインの裏側、はい、試すような、えー、そういう戻しが、つまり上昇があるんじゃないかなと。 これ2つ目ですね。<laughs> で、3つ目ですね。3つ目はね、ちょっと薄い根拠です。水色のネックラインに到達ってあります。これは、この後ですね、私は、まあ多くの方々が意識されてるでしょうけど、週足レベルで底打ちの、ね、上昇、週足レベルの上昇トレンドするためにですね、週足の1波、2波、3波みたいな形で、まあこの逆算ゾをね、作ってくるんじゃないかなと。 言ったときに、このあたりのね、ひげ先2点を結んだ水色の、ね、延長線というのが、まあ、このあたりにあるよと。で、この水色のネックラインというのが15,440ポイント付近となります。はい。で、最後にですね、<laughs> ボリンジャーバンドです。ボリバンね、ちょっと表示します。はい。ボリバンのね、2シグマね、 なぜボリバンを意識するかというと、ここ数ヶ月ですね、ボリバンのプラス2シグマにタッチするか抜けるかしてから落ちてきたと。はい。この時はちょっと隙間開けてるのかなあ、この時はちょっと隙間開けてますね。はい。過去1回、2回、3回ね、プラス2シグマに タッチするか、上抜けるか、もしくは、えー、若干隙間残すかで、えー、反落しています。ですので、えー、このあたりで落ちてくる可能性高いかなって。ボリバンのプラス2シグマは、ちょっと高いところにいます。15,490とかね。はい。そのあたりですね。えー、冷やし、えー、ボリンジャーバンド、プラス2シグマタッチが15,500ポイント弱付近ですね。 はい、ただし、これはね、西グマ到達せずに、反落の可能性もありますよと、ここ待っていたらね、はい、一気に落とされる可能性もあるんで、まあ、こういう複数の根拠で、ね、何を優先するかというところになります。はいこれはね、ナスダックだけの話ですね。はい ナスダックだけの反落ポイントの見極めの根拠集めをしましょうということで皆様に提供させていただきました。はい。で、私はね、まあ、えー、より慎重にということで今回は S&P500 もしっかりウォッチしていきたいと思います。むしろね、S&P500 の、まあ、ある根拠がですね、反落の決定打になり得るんじゃないかなって、このようにも考えています。そこをちょっとお話ししていきます。<laughs> S&P500 にもですね、このような加工平行チャンネル、この上値抑制されたレジスタンスラインを一本結ぶことができます。これ結構正確に結ぶことができて、このラインにタッチしてから落ちると。ナスダック、ダウともに SP500 のこのチャンネルの上限ついてから落ちてくると。 はい。いう可能性が結構最有力じゃないかなって私個人的には思っていまして。なぜなら、なぜならね、ちょっとボリバン消しますね。ナスダック100については、ね、私のシナリオではもうこのオレンジの平行チャンネル抜ける想定でいるんですよ。はい。抜けて、この長期トレンドライン付近にタッチして落ちると。こういう想定なんで、で抜けてしまったらもうね、 はい。何もないチューブラリンの状況なんで。に対して、SP500 というのは、まだ平行チャンネルの上限を今から狙いに行くような価格帯にいます。ですので、SP500 が、このオレンジ色の平行チャンネルです。皆さんも結んでみてください。4421とか2とか、はい。このあたりで落ちていくと。 三指数ともに、そこが天井となって落ちていく。これが一番最有力じゃないかなというふうに思っています。で、合わせてですね、一目均衡表の雲の上限ですね。はい、ちょっとヒゲで抜けて、 でこのオレンジのチャンネル上限を試し、でそこから落ちていく可能性、はい、これが濃厚かなというふうに思っています。そういう理由もありまして、ですね、まあ、長期金利も合わせてなんですが、今週1週間はですね、SP500、要注目かなというふうに思います。なぜなら、ですね、えーはいえー、冷やしの、ね、ナスダックの一目均衡表、これね、雲抜けたら何もないゾーンじゃないですか。 はい。ですので、えー、対してね、まあ、先ほども申し上げた、えー、このね、SP500 の一目の雲というのは、まだ、はい。今から雲の中入りますよという状況なんで、このあたりで、えー、リミットかかるのかなという、えー、そういうイメージで見ています。はい。えー、ですので、こういった複数の根拠を持って、ね、それでもまだね、確信なんて禁物です。そもそも、ここに緑で書いてるように、現在価格って、売られやすいポイント、 でもありますんで、ね、こっからの急落っていうのも疑いつつですね、はい、先週の高値を上抜けとか、このチャンネルのね、上限上抜け、ナスだからね、とか、いろいろこう根拠を持って、その後の推移を見ていけたらなというふうに思っています。これはね、今、冷やしでご覧いただいてます。はい、今度はね、4時間足で見ていきましょう。4時間誌で、クローズアップしてね、ご覧いただきます。 はい。えー、まあ、今週のシナリオは、一応ね、もう一段の上昇ですよと、と、はい、いうことで、ここに書いた複数の根拠ね、非常にね、いろんなものが密集していますんで、ざっくりですね、もうポイントをね、ピンポイントで、えー、ちょっと言うのを控えます。はい。このように幅を持たせて、この付近です、皆さんね。はい。まずは大前提として、テクニカル的に、前月の高値、そして週足の直近高値ね、 戻りたかね。これを上抜くというテクニカル的なミッションが、ナス100とあと SP500 にはあるんだよということですね。それぞれの価格帯、皆さん押さえておいてください。はい。あとは年初からのトレンドラインとか、ね。あとは、えー、ボリンジャーバンドとかね。まあ、いろいろ、はい。複数の根拠を合わせて、えー、このグレーのね、こういうジグザグ。はい。一直線に上げて、で、そのまま、 V 字というか、このね、とんがった山みたいに落ちていくということはあんまり想定してなくて、冷やしレベルのダブルトップみたいな形。ね。冷やしの、まあ、月か上昇して、水、えーえー、下落して、で、木上昇して、金下落するみたいな。はい。そういうね、冷やしレベルのちっちゃいダブルトップを作って、結局、えー、週始めの現在価格から行ってこい。 で、えー、つまり、周足では、こういうロウソク足、ね、天井圏で出現するような、こういうね、えー、上髭のピンバー、はい、の陰線となるんじゃない、この小回しかなはい、になるんじゃないかなっていうふうに思っております。いかがでしょうか。で、えー、そこからはですね、はい、えー、その逆ヘッドショルダーのこ、右肩ですね、はい、右ショルダーを作っていくような下落が、 まあこれはね、もう来週以降の展開になってくると思いますんで、今週ね、ね、一気に上がって一気に下がると。そういう展開ではなく、やっぱりですね、天井は天井で、このようなね、固める期間がありますよと。上がっていくためにも底固めが必要だし、ね、車は急に聞き入って止まれないと。ね、まあ、今週は天井に向かい天井固めをして、で、降りてくると。 はい。このような週足をイメージしております。はい。いかがでしょうか。えー、まあ、あの、週明け早々ですね、この緑のシナリオで、まあ、売られていく可能性もなくはないんで、まあね、まずは上抜けできるかどうかというところを見守りながらですね、このシナリオ通りに行くのかどうか、推移を見極めていきたいと思います。はい。 今回の動画ね、良ければチャンネル登録と高評価ボタンぜひよろしくお願いいたします。本日は以上です。ありがとうございました。